自分たちででやるとということなんですよ、はい、政党ってこういう仕組みになってたんだとこうみんなと一緒にこうもう本当にフルオープンってう、ね、どういう政治をやってほしいのかっていうことを国民の側が考えて理想の政党をみんなと考える CGS をご覧の皆さんこんにちは藤田藤子の後編を話していきます少し前半を振り返りますと前半では藤田藤子が、えー、尊能上位この哲学をしっかりと父親から教わりそして自分自身が行動しながら成長していったそんな姿をお伝えしましたそんな藤田藤子から 皆さんにお伝えしたいことそれが原点に立ち返るこちらです原点というのは物事の始まりや元のことです藤田東子の人生にもさまざまなことが起こりますその何か起こった際に藤田東子は必ず この尊王攘夷の原点に立ち返りながら前に進んでいくんですそれがまさに明治維新これが起こっていくそんな原点につながっていったんですではここから藤田藤子のエピソードをいくつか紹介していきますまず大きなものとして 脱藩事件これは藤田東子が二十四歳の時でした水戸で殿様を決めるという時に争いが起こるんです水戸からもっと良くしていきたいというふうに考えていた人たちはですね徳川成明というこちらの人物を支持します成明は 尊王女医にも理解がしっかり、えー、尊王女医をしっかり理解もしていました対する反対側の勢力というのは江戸幕府に近い人物を支持します理由はお金がもらえそうだからまあどこかで聞いたことがありそうな話ですよね当然藤田東子は成明尊王女医を理解している成明を支持します そんな中で突然江戸で勝手に殿様が決まってしまいそうだちょっと補足しますと当時水戸藩というのは江戸幕府に近い藩だったので水戸だけで殿様を決められないというちょっとややこしい事情がありました幕府側の江戸幕府に近い人物が殿様になりそうだという時にいやそれはいけないということで東湖は 命がけで脱藩して江戸に行くんですそしてその江戸で自分ができる限りのことをやって成明が殿様にになることに貢献しますそうやって自分の命がなくなってしまうかもしれないそんな状況でもそんな状況だからこそですね尊王攘夷の原点ここに立ち返って脱藩をしたんです。 これは自分のこことととだだけを考えたらなかななかかできないことだと思い思ます何が大事なのか何が原点なのかそれをしっかりと考えられたからこそできた行動だと思いますそうやって成秋を殿様にしてで水戸藩の中でもどん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 と活躍活躍をしていきます実際にはこの脱藩で処分も受けるんですが それでも成り焼きに意見をどんどん上げてますます認められていきますで、水戸藩の中では引き続き対抗勢力とバチバチとやり合いながらですね、水戸を尊能上位でしっかりと良くしていこうとそんなふうに一生懸命頑張っていくんです中でも特徴的なのが外国の侵略に備えて防波堤を高くしてそして武士を集めて訓練をさせると これは本当に他の藩から見学者が現れるぐらい水戸はすごいこととやってるぞと実は余談ですがこれ渋沢栄一のいとこが見学に来るでそれをかえって栄一にすごかったぞって話すぐらい噂になってるようなそれぐらい水戸藩っていうのはお手本になるぞ尊皇攘夷を軸にやっていくぞ頑張っていたんです。そんな状況の中で 藤田藤子の人生最大のピンチが訪れます突然人生にストップをかけられてしまうんですそれが遊兵事件ですこれは藤田藤子が三十九歳の時でした当時の江戸幕府からすると 藤子や成明は、尊王攘夷、天皇中心って言って勝手なことをしてる。気に食わない、危険人物だって言って、幽閉、要は閉じ込められてしまったんです。藤田藤子は、東京の九段下近くの長屋に幽閉されます。そこは、部屋はすべて全部荷物を押し込められて、自分が動けるのは、 畳一畳しかないんです夏になればむしむしと暑い汗はだらだら流れるし今のような空調もありません赤だらけで白身まで湧いてくるんですこんな状況でいつ出られるかもわかりませんいかがですか皆さんがこんな状況に置かれたらやる気 なかなか難しいんじゃないかなと思いますただこの時藤田東子自分の心の状態をこんな言葉で表現しているんです気力は充実して正気がみなぎっているどうしてこんなことが言えたんでしょうかそうこの時まさに「 父親の教えが頭に浮かんでいたんです。文天将の話。牢屋に閉じ込められて、それでも自分の命を忠義,忠義を尽くして終えていった。あの偉人の話が今まさに自分の身に降りかかっているんだな。ああ、あの偉人に比べれば私は全然ましじゃないか。しょげてる場合じゃないぞ。 藤田子が一番どん底にいた時父親の教えに心を支えられたんです前に進める原点しっかりと立ち返ることができる原点があったんです瞳子は8年間行動を制限されました実はこの幽閉された中で藤田瞳子は 代表作とも言える作品を書き残します。それが実は尊王攘夷を広げるきっかけの一つにもなっているんです。それがこちらの正規の歌です。 幽閉された中で、東湖は世紀の歌を続きます。東湖の心境、現代語風に訳したものをお伝えします。これまで、日本はずっと平和だったわけではない。何度も何度も危機に陥ってきた。その度に、リーダーが現れて、その危機を乗り越えてきたんだ。その魂。 生き様がこのの日本の歴史をつなげているんだこれまで天皇陛下が治めてきてくださったこの日本をたとえ我が身が朽ち果て魂がなくなってしまった後でも守っていこうこれを弟子が読んだ時「東子先生のこの考えを受け継いでいきたい」そう強く心を動かされて 口づてで伝えて書き写されてどん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 と広まっていったんですそしてこの世紀の歌を読みこれまでの歴史の中で偉人が立ち上がってきたあじゃあ次私が立ち上がっていくんだ私がやるんだそんなふうにいろんなところで魂を燃やしていくそんな人が増えていったんです瞳子がこの幽閉された中で何もしなかったらただただ たただただ不遇の8年を過ごしただけで何も残らなかったと思うんです。東湖がなんとか幽閉ずっと過ごしていきながら時代の流れが変わって幽閉からようやく解放されます。解放された東湖に元当主の水戸藩の成明が。 声をかけてくるんです成明は幕府の国防の仕事についていました東湖は再び江戸に向かいブレーンとして活躍をしていきます江戸には多くの若い武士たちが薩摩や長州そういった日本全国から集まっていて一緒に学ぼうと切磋琢磨しているんですそんな中で「東湖先生教えてください」 そんなふうにたくさんの若者が学びにやってきます。やってくる若者たちに瞳子はこんなふうに言うんです。なあ君たち、君たちに尊皇攘夷の心はあるか、日本人としての心はあるか。これからを担うのは若い君たちだ。たとえ外国から誰が攻めてこようと、日本人としての心を失ってはいかんぞ。 尊能上位の心失ってはいかんそうやってたくさんの武士たちに教えていったんです中でも毎日のように通ってくる若い薩摩の武士がいたんですその名もない若い武士に東子は大きな志を話したりしますこれから日本は天皇中心にまとまっていく必要がある なあ君、水戸ではそんな大きな力はないんだ。あなたの薩摩藩であればそれができる。一緒に支える人材はいないか藤田東子は水戸だけで日本を守ろうと思っているんじゃないんです。幕府だけでもダメ。力のある人が協力してなんとかこの危機を乗り越えていきたい。日本を守っていきたい。そんな尊王攘夷の 原点に立ち返ることができたからこそ言言えた言葉だと思うんですこの薩摩の武士との縁そういったものも生まれて、えー、西郷隆盛と出会い西郷隆盛も大きな影響を受けていきますそうやって東湖は日々を過ごしていく中で突然東湖は人生最後の日を 迎えていくんです。東湖が四十九歳。安政の大地震で母親をかばって命を落としていきます。それは。遊兵から解放されてたった二年後です。明治時代に入る十三年前のことだったんです。東湖は突然人生の幕を下ろされてしまいます。 ただ藤田塔子が亡くなった後水戸から生まれたこの尊王攘夷はどん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 とさらに広がっていくんです。と子が幽閉中に書いた正規の歌や生き様こういったものがどん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 と広まっていって日本各地の若い武士たちがああ次私が日本を守るんだそうやって魂を震わせて「尊王攘夷だ」まとまっていって そして日本は奇跡的にしっかりとアジアの中で植民支配を受けずに済むとそんな強い日本になっていったんです藤田塔子は尊王攘夷に生き原点に立ち返り尊王攘夷の原点に立ち返りながら一生懸命生きていきましたその塔子の思い「日本を守るのは私なんだ」 だからそのために尊能上位なんだそんな藤田藤子の思い原点があったからこそ周りの人に影響を与えてあ次は自分がやるんだ日本を守るんだリーダーを多く生み出していき日本を守ることにつながっていったんですここまで藤田藤子の生き様をお伝えしてきましたこの 原点に立ち返るとお伝えしましたが、原点というのは人それぞれ違います。自分で決めて、それに向けて行動していくんです。たとえその時に光が当たってなくても、自分が決めて行動しているその姿は、周りの誰かが見ていると思うんです。ぜひ藤田東子のように原点に立ち返りながら、 周りの方にいい影響を与えられる、そんな生き方を目指す方が増えたら、日本はもっと元気になっていくんじゃないかなと私は思っています。以上で藤田投稿を終わります。ありがとうございました。